NASA が撮影した衛星写真によるポーク海峡ポーク海峡ポーク海峡の1ポーク、海峡インドのタミルナード州とスリランカの北部州、マンナール県の間の海峡である。海峡の名前はイギリス東インド会社のマドラス知事、ロバートポークに由来する。長さは約1 3 5キロメートル、幅は約65から1 3 5キロメートル。 8 0トルの幅がある海峡の南半分はポーク湾とも呼ばれ、海峡は北東のベンガル湾と南西のポーク湾を結んでおり、ベンガル湾に抜けるインドのカーベリ川デルタ南東部とスリランカ北東部の幅はおよそ5 0トルに狭まっている。タミルナードのバイガイ川などの河川が海域に流れ込み、スリランカ領の多数の島を含んでいる。 ポーク海峡に面する地域の中で最大の都市はスリランカのジャフナである。ポーク海峡の北部ではインドのカリメール岬とスリランカのペドロ岬が向かい合っている。ポーク湾の南端にはアダムスブリッジと呼ばれる低島と小、サスが広がり、インド神話ではこの地形はラーム聖トと呼ばれている。アダムスブリッジはタミルナードの パーンバン島のダヌシコディとスリランカのマンナール島の間に広がっており、パーンバン島はパーンバン橋によってインド本土とつながれている。1914年にマドラス、チェン内からダヌシコディに向かう列車の定期便とマンナール、島のタライマンナールへ向かうフェリーを乗り継ぎ、列車でコロンボに向かう交通ルートが開通した。1964年にサイクロンが ダヌシュコディと鉄道を破壊し、ポーク海峡とポーク湾の沿岸に深刻な被害を引き起こした。ダヌシュコディの再建はされず、トライマンナールからマホイレッシュシアに向かう鉄道の復旧工事は内戦のために一時期中断されたが、後に完全に再建された。過去には、ラーメーシュアラムとトライマンナールの間の小さな埠頭からはフェリーが発着していたが、今日まで運行を休止している。 スリランカ北部の情勢が不安定だった時期には、スリランカとタミル・ナードを往来する船舶は、航行に困難をきたした。周辺地域の人口の増加に伴い、ポーク海峡の水質の汚染が進行している。カーベエリ川やバイガイ川などから流入した土砂によって、形成されるサシと水深10メートル未満の浅い海域が、大型船舶のポーク海峡の通行を妨げている。 海峡を通過できない大型船はスリランカを周回しなければならない。1860年に最初に運河の建設計画がインドの植民地政府に提出され、以来多くの提案が持ち上がった。しかし、運河の建設による環境への影響、漁民への保障が問題となって、建設は実行に移されなかった2004年には、タミル・ナード州の政府によって、 運河の建設がもたらす環境アセスメントと技術的な可能性の調査が施行された。また、インドとスリランカを結ぶポーク海峡の下を通る海底トンネルの建設計画も持ち上がっている。ありがとうございます。